皆さんこんにちは、こんばんは。心リンクゲームズのウェグと岡部です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アンダーテール2じゃない、なんで2や、アンダーテール1実況します。よろしくお願いします。あ、お願いします。5つになったというわけでね、まあ続きですよ。はい。で、ここの場所がね、一応雲の隅から入り口と、まあ、一応前回最後らへんにあった女の子がいたね、関係してくるのかもしれません。はい、では行きましょう。まあ、一応目的は、うん、王様のところに行くっていうところなんですけども、そうだよ、進めって感じ。お、確かにめっちゃ雲の巣やな。それ触んない方がいいんじゃないの。触ってみます。はい。あ、なんか嫌な感じやな、足が。あれ、なんかでもその程度フフフフって言ってるな。ね、聞いた。聞いてない、聞いてない。横島のシャツを着た人間がもうすぐここを通るんですって。もう装備関係なく今の服装で言われてる。ほんと変わらないね。チュッチュどこ行ってん、チュッチュ。しかも人間は雲が大嫌いなんですって。人間は雲を踏み潰すのが趣味なんですって。そんなこと、そんなことないよ。雲の足をちぎるのが大好きなんですって。ないない、昼、夜、え、朝は逃がすよ。いやいやいや、うち雲意外と住んでますよね。確かに。うん、それに人間は夜逃がすよ。どっちやったっけ。まあ、ほっとく。あ、これ戦うの。このものすごくケチなんですって。それはあれやな、高すぎんね、否定できない。ちょっとあなたの商品高すぎんね。ふふふ、あなたのグルメなお口には私たちのスイーツは合わない。ふふふふ、それはどうかしら。一人で喋ってる。あなたのお口は私のドーナツの隠し味にぴったりよ。来ます。来た来たマフェット。この曲来た。ちょっと音量上げよ俺が。はい、マフェットちゃん、お茶会してるっぽいね、なんか。確かに。右京さんかよ。右京さんかよ。ツッコミを入れといて。なになになに、お金払えって。マジで分析すんで。お金が大好きやな。 38.8、 なんでや。おうち、雲の足の本数を8やったっけ。8じゃなかった。だからか。でも足、あ、ほんま葉っぱあるわ。誘われたらご用心。なるほど。あら、どうしたの、そんなブルーな顔して。来るの。あー、ドク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 。え、あれ、捕らわれた。来てる来てる。あなたには紫の方が似合ってるわ。ふふふふ、色変えるの好きよね。怪しい紫の雲を糸に捕らえられた。次は何あれ。マフェット。じゃあもがきます。もがけ。鼻をよじってみた。マフェットは口に手を当ててくすくす笑っている。どうしたの、嬉しくないの。ほうほう、あー、なるほど。列や、列列列。あー、なるほど。これは得意です。車に見えたね。確かに。マフェットはクモたちとシンクロダンスを踊った、うん、はい、はいはい。どうしたらいいんだろう。お金払ったら負けだよね。負けやと思う。でもないよね。もがく、苦しむ、助ける。懐かしい。もがく、体を譲ってみた。マフェットは手を叩いて笑っている。あ、手、もうすぐ美味しいケーキになれるのに。うふふふ、それ足じゃないの。なあ、手なのね。うん、足だろ。レース、レース、レース。ミニ四駆、ミニ四駆。これ全然食らう気ないよ。あれ、次はなんか2個になった。増えたね。マヘットはカップに雲を注いでくれた。ありがとう。もがく。雲は何だと思ってる。体をよじってみた。はい。その動きが愉快だったのでマヘットは割引してくれた。あ、本当？やったー。逃がしてあげるわけないじゃない。はい、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 はい。あ、全然これもう大得意やで、ね、残念ながら。いいね、いいね。うん。なや、次。わけわからんだ、あれ。何あれ、目玉のやじ。音楽に合わせて手拍子する。はい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 。はい、逃がしてみよう。逃がしてみよう。うん、あなたの魂で雲たちはみんな幸せになれるんだから。誰から聞いたのそれ。なあ、はいはいはい。嘘だ、嘘。ほら、なんだそれは。全然食らん、もう。次何？気球。いや、あれ。体を締め付ける雲糸をマフェットが綺麗に整えた。マフィンじゃないの？マフィンか。わかんない。マフェットだけに？マフェットだけにマフィン？あ、確かに願い。あ、値下がりしてる。安くなった。え、そこ変えよう変えよう。もっともばこうぜ。ゼロにしよう。うん。しかし何もこれなんか、あ、もうダメ。あ、もうダメ。あ、そうだ、私のペットを紹介するわ。はいはいはい。ちょうど朝ごはんの時間ね、二人ともなんかよくね。うんうん。あれ？はい。普通に普通ですよ。余裕余裕、ちょろいぞ。うん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 。ジグザグジグザグジグザグジグ、はいはい。余裕余裕、はい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 。はい。下行った下行った。怖い怖い怖い。上行った上行った。あ、なるほど、そうだ。わあ、これむず。おお、上連打せなあかんのね。なるほどなるほど。おもろ。すごいなこれ。何でもかんでも考えるな。うん、焼きたての蜘蛛の巣の匂いがする。焼くな焼くな。焼けたら蜘蛛の巣なくなるやろ。焦げちゃうよ。もがくぞ俺は一生。あ、もうダメかな。もうダメだね。あなたのことを教えてくれたモンスターは、うん、誰よ誰誰よ。
誰よ誰よ、痛いよ、痛い、皆さんよ、音楽に合わせて手拍子する。もうこれはじゃあちょっと一回払ってみんで。お金払うよ、じゃあ、はい、うん、このタワーってこれよく悪くなって。お金だけ、あなたの質問しよう。それはお金をたくさんくれるって言ったわ。なるほど、酔わない酔わない、むっちゃ強い、むっちゃ強い、賞金かけやがってカップ陸棒を支えてくれた、いらんいらん、35、いや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 、あー買いたかい、え、これやばない、笑顔が確定、うふふうふふわわわわわ、うふふ、誰、何何それ、ブーメランじゃない、ブーメランか、いやでも弱っ、ブーメランっていうよりクロワッサン、ブーメラン弱でもこれ次いっぱい来んじゃないかな、腹の数が変わるとか見えた気がするのよね。おー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 、クロワッサンたくさん、クロワッサン、面白い面白い、いいじゃん、面白いじゃん、弱い、でもシンクロダンス踊った、払うの、いやもうね、これ負け、いや払ったら負けじゃない、払ったら負けやろ、うん、戦うの、いや 戦わないでしょ、じゃあもがくも、もう一回だけね、ラストラスト、うん、うん、ラスト、はい、うん、うん、ほらダメなんすよ、ランチの時間ペットに餌をあげなきゃ、あ帰ってきたよ、でも餌、ランチの時間って言ってるから、もしかして、はあ、はあ、これでいけるかも、いける、どうよどうよ、いやーそうですそうです、これ上にとかなかないですね、あってね、よしよしよし、そう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 、はいはい、なんかランチって、はいはいはい、雲あげてる、なんかこれファミコンのドンキーコングみたいな、難しい、上に行くやつか、よしよしよし、うん、これでダメっすか、もう一回逃がそう、逃がしてみよう、うん、あれだけのお金があれば雲いる人とまた一緒に暮らせるわ、あれだけってどれだけ、なあ9999から誰かに払わしとったよな、マジ、おっとない、1000でも持ってないのに私な、あ、丸2つ、あれ変わったんじゃない、変わったかな、一応払うんだよ、じゃあもう一回、へい、これならマイフの攻撃が弱くなった、弱くなったって言ってもね、でもね、遺跡には雲たちがずっと閉じ込められてるのよ、うん、うん、なるほどね、雲、うん、助けたいんで、シュッ、あー、あー、こういうのは難しい、焼きたての雲がその匂い、あれあれどうする、え、お金たくさんあげなきゃダメなのかな、いやえ、マジでこれついに倒さなあかんの来た、やだやだ、だってこの子悪くなくない、確かに、まあ私たちも悪くないんだけどアイテムってなんかないの、アイテムないよね、アイテム、アイテム、犬、ドドッグ、うーん、だけどあなたの魂を売ればヒーター付きのリムジンを借りられる、んだけ、借りられる、これはちょっと難しいっすね、オッケー、なんかいろいろでも変わってきてる、攻撃が、もがく苦しむ、助ける、しかも残ったお金で横にだっていけちゃう、それか野球場でも立てようかな、君全然一族のこと考えてなくないか、確かに、はいはい、イエーイ、うわークロワッサンじゃないやつ、どうしようか、一回殴ってみようか、殴っちゃう、痛いよ、なになに今の初めてだぞ、ギャハ、まあその話は置いといて、そろそろディナーの時間ね、わー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 、おーおーおー、見えてますね、お、見えてますね、見えてますね、冷静ですね、あざす、来た、ディナーですって、はい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 、はい、あ、ディナーって言った、ディナーって言った、さっきランチって言ったよね、言ってた、時は経ってるぞ、経ってる、あい、あったった、いやーいちょ待って、時経ってるかもしれんぞ、ほらまだ生きてるの、ふふふふ、ペットちゃん、ルーズの時間よ、来たぞ、お、ディナー終了、ブッブッブッ、え、遺跡の方たちから電報、おう、遺跡であなたを見たですって、あなた、クモたちにたくさんの出資したした、したしたした、出資してくれたのね、じゃあ最初ね、買ったわ、私すっしっかり誤解したみたい、大正解、てっきり雲が嫌いな人かと思って即売会で買ったよね、買った買った買った、それだ、魂を奪えって言った人たちはきっと別の横島のやつの人間のことを言ったよね、ジャイアンとかいっぱいいるやろ、まあそこほどさんね迷惑かけちゃってごめんなさいね、ふふふふふ、お詫びに、またいつでも歓迎するわ、次からはお金もいらない、優しい、ぐるぐる巻きにしてペットと遊ばせてあげる、まかんないでほしい、うふふふ、うそうそ冗談、今逃がしてあげるね、ほうほうほう、逃がしてくれるようだ、あ、逃がす、うん、俺が逃がしたみたいだったら、乗った、やったぜ、
ふふふふ、とっても楽しかった。また来てね。なんだ、あれ買ってるか買ってないかで変わってくるの？変わってたってこと？嘘だ。マジで？え、一回戻っていい？じゃあ。いいよ。一回話しに行こっか。ああ、そっか、店にね。そうそうそう。うん、あ、ここかよ、ね、うん。あ、いないでも。いないんかい。いないんかい。いませんね。あ、これね。お、あ、いた。いた。あら、来てくれたのね。あなたならいつでも歓迎よ。うん。ただし、お行儀よくね。ふふふふ。あ、それだけ？だけ。出すね。出すね。出すね。じゃあ電話しようか、じゃあ。OK。パピーです。うん。土の世界には2種類の雲がいるんだって。おおお。1種類はホットランドに、もう1種類は遺跡にいる。ふんふん。雲たちは寒いスノーフルを越えられないから。何かの乗り物を用意しなきゃいけないんだ。車輪が8つついた2人乗り用バイクとかね。なんやそれ、なんやそれ。車輪が8つ、雲のこと言ってんのか。8、うん、うん、もう一回電話しようっと。それか車輪が8つついた一輪車がでもいいな。一輪車の意味分かってる？おい、分かってないと思う。おい、一輪車に分かってんのかお前。それか車輪の車輪。おいおいおい、8個ついたらもうわけわかんなくなっちゃう。 一輪じゃないよね、それ8輪車だよ。八輪車。おおお、あ、これはまたですか。なメタトンの最新オペラのポスター、うん、なんだ今度音楽かよ。運命の波に引き裂かれた不運な恋人たちの悲劇らしい。そろそろ開演時間のようだ、うん、なんだって。どういう感じや、これ。意外に結構電話した方がいいか、このメタトンの大舞台のポスター、うんうん、いいな。俺様のパズルのポスターも欲しい。それとバックバンドもいいね。あ、変わるんだな。どんどん出ますべき。どここれ。あ、来た来た来たよ。まああの人間は、あ、もう始まってた。ここ舞台だった。お前舞台やった。もうもしかしてなんちゅう衣装したんだ。おいおいおい、ロミオ系の衣装しとるかな。私のジュリエットですね。ジュリエットね。これもしかして FF6 意識してます？急にケトダーってくります、うん、いや曲そうやん。確かに似てますけど。めっちゃ意識してるやん。 FF6 のセディスの名シーン、うん、私ほら、完全にオマージュ。マジか、これ知ってる人はわかるね、うんうん、大好きなシーン。フォントがでかい。人間は出来なの、はい、聞きたいみんな。俺の歌いらん。でもちゃんとなってるんですよ。なんか檻に入れない。うん、歌詞安い。あ、このハモリ来た。この声完全に FF6 ですね。バイバイバイ。だ、頭に手を置かない。手置かないで。やばい、これはおもろすぎる。とても悲しいわ。あなたがの親に閉じ込められてしまうなんて。じゃ、さようなら。典型的な罠。お前もかよ、飛んでんのかよ、あ、一体どうすればいいの。私の運命の人は地下の牢屋に閉じ込められてしまった。愛しいあの人は卑劣なパズルの罠にかかり間違いなく死んでしまうわ。あ、なんと恐ろしい。カラータイルのパズルよ。色のついたタイルの一つ一つに残酷な仕掛けがあった。例えば緑ので知ってる、それなんかめっちゃめんどくさいやつやろ。いろいろあったよな。赤は待てよ、このパズル100個ぐらい前のエリアで見て、見た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 。100個も前だったか。やっぱりそうだ。じゃあルールは覚えてるかな、一応な。うん、ぐだぐだ説明繰り返す必要ないな。ないんですけど。それから急いだ方がいいと。なんなら30秒以内にクリアしないと、うん、あー、火くんのか。バーナーで影響されちゃう。ぶっ殺される。やばい、かわいそうなあなた。悲しみのあまりを洗いが止まらないわ。それじゃ頑張って急げ。ほら、この曲もあれオイトロスの時やろ、ね、知らん知らん。どうやったやろ、どうやったやろ。これ適当に走ってがいいんじゃないの。適当に走ってちゃんとしたルール覚えてへんて。もうえ、赤はいけないから下から行かなきゃ。下やな多分な。もう待って待って、戻れへんねんけど、もう戻れへん。えこっち行こうか。赤はいけないんじゃない。
どうやって戻るこれ。どうやって来たの。どうやって来たのだこれ。え、あー残念、時間切れだちょっと待ってくれ待ってくれでは約束通りヤブになっていただきましょう。さあもう逃げはないぞ。はっ、これ絶対絶対ピンチ。これさ、終わり終わりダメだー。コホン、はい、電話です。ここであ、来た来た来た。いや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 、大変、今助けてあげるから。遅い遅い、遅い遅い。ファイアウォールを発見するね。うん、おの、なんということだ。勇者なドクター、優秀なドクターアルフィにまたしてもやられた。遊んでんの君たち。なあ、そ、その通りよ。ねえ、そうってメタとも観念しなさい。あなたに私たちを倒すことはできない。私たちは最強のコンビよ。あなたのパズルもここまで。諦めてお家に帰りなさい。なんだってパズルはここまで。アルフィーにことは寝てから言ってほしいね。緑のタイルを踏むとどうなるか忘れたのかい。音が鳴ってモンスターとのバトルが始まる。お、そのモンスターというのは、うん、僕のことさ。君かーい。来た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 よ。メタトンが襲ってきた。テケテケテンテケテケテケ。黄色い声を上げる。検索します。人属性のボディやはり攻撃しも効果はないと。さあお金時間だよ、子猫ちゃん。電話、電話です。電話出たい。もしもし、大丈夫だよ、落ち着いて。携帯にもう一つ秘密の機能をつけたの。もう黄色いボタンがあるよね。黄色いボタン、行動メニューを開いて押してみて。行動のメニューを開いて。オッケーオッケー。メタトン分析、これだ。黄色ボタン、黄色ボタンを押した。携帯がメタトンのボディに共鳴している、うん、おお、なんだその黄色い光は。おお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 。今でエレン出して。やった、いけいけいけシューティングゲーム、どっから見たことあるぞこれ。うわー、そんなバカな、やられた。なんということだ、君は思ったより強いようだ。何これ、バイバイ。遊ばれてんのやっぱり。遊んでるんじゃない君たち、茶番だろこれ。やった、倒せたね。すごいすごいよ、君のおかげ。おお、これは好感度上げていきましょう。君のおかげだよ。え、そ、そんなことないよ、あなたが頑張ったからだよ。私はどうでもいい、昨日携帯にプログラミングしただけ。あのね、変に思われるかもしれないけど、はい、一つ言ってもいいかな、うん、あなたに会う前だよね、会う会う会う前はね、あうあう全然喋れない、会う前って言えへん。私自分のこと好きじゃなかったんだ。そうなの、ずっとずっと自分なんて出来損ないだって思ってた。何かやろうとすると必ず誰かをがっかりさせちゃうってそう思ってたの。でもね、あなたのガイドをやってみてからは私自信が湧いてきたよ。おお、あなたが私に協力させてくれたおかげだよ。それはそうと、コアはもうすぐそこだよ。よしよしよし、メタホテルのロビーを抜けたらすぐだから。わかった、さあ行こう。オッケーオッケー、近いよ。戻った。はい、なんかいたやろ。いたいたやろ、今いた今。あいつずっとつけてきてんねんて、鼻。やっぱそうなの、あいつ見てんの、ずっと。あいつは見てる、ずっとね。やだな、やだ、気持ち悪いね。いや気持ち悪い、うん、まあ、気持ち悪いね。顔はちょっと嫌だったけど。そうやな、怒ってる時ね。おお、なんかみんな勢ぞろいしてね、どないしたん、ね、君はこの前のここに移ってからは店は大繁盛さ。さあこの二人のおかげだよ。あ、アイスクリームね、そう、アイスクリームを買いに来てアイスクリーム全部買ってくれてね。というわけで君に売ってあげられるものもないんだ。ないのか。そうだ、君にはとっておきのものをあげよう、うん、僕のピカピカのスマイルさ、どうかな、うん、ありがとう、ありがとう。どう、あ、うーす、どう、君たちの関係はどう、その後。うん、てかあんたはぶっ殺す話、あれしばらく延期にしたからさ、アンダイ姉さんには内緒な。本当、オッケー。まあ、キューピーってやもんな。そうだね、幸せそうだな。幸せそうやったな。それでいいよ。じゃ、何よりですね。で、電話。電話はちょっと楽しくなってきた。確かに。え、アイス？わかった、やってみる。俺はお前をアイス。やっぱり無理だ。何言ったね。愛するって言わしたかったやつか。ね、おお、ここね、あ、来たのね、舞台ルールールーのとこな。なるほど、横から落とされて下に行ったぞ。オッケーオッケー。で、右は、そう、そこなんだろう、うん、あれ、あ、ここは頂上だね、なんだろう、迷ったな、どっかで。いや、君、俺の名前覚えてる？ね、ファイアーブレイズマンみたいなやつ。はい、はい、本当に覚えてたの？顔、顔まさか、この俺が負けるなんて。どういうこっちゃ、終わり？
君が覚えてくれたこと俺は覚えとくよ。ありがとうありがとう、うん、戻れるってことか。かね、あ、そうかもしれない。先選んでください。あー、オッケーオッケー、うん、戻れるね。キャンセルしてと。覚えてたよ。顎外れちゃった、うん、もうあいつこれちょっと閉じよう。上正解やろ多分かな。うん、でも下落ちてきたから。あ、ここから来たんか俺。そう、え、覚えてないの。やば、俺嘘でしょ。やば、上行ったら正解ですよ。でも左行ったでしょ。左で落ちて下から来たのね。そう、そう、ありがとう、言ったよね。ありがとう、あれ言ったよね。100コマくらい前に行ったよね。あれ100コマ、もう3つ3つ本当だ。ねえねえ、右上のヤシロードに入ってみて、お買い得商品が揃ってるよ。オッケーオッケー、サンズ話聞きましょう。よ、怖い行くんだって。この前に俺と名刺で、おお。いいよ。いいよ。よし、じゃああんたのおごりな。おごりかー。こっちだよ。おいらに近道知ってんだ。あれ、そこじゃないの。もうどこ行くの。裏路地。裏路地で。おお。レストラン来たね。やべえ。ほら、もう着いた。やべえ、ちょっとそんなお金持ってないんですけど。さてと、あんたの旅もそろそろ終わりか。マジで。終わりも。よっぽど家に帰りたいんだな。まあ、気持ちは分からなくもないぜ。でもな、与えられたものを受け入れて生きていくってのも悪くないぜ。ここには食い物もあるし、友達だっている。そんなにまでして、帰り見やんのか。いや、やっぱり忘れてくれ。おいらはあんたを応援してるぜ。いてほしい？いてほしい？なあ、面白い話してやるよ。おいらスノーフルの森で警備員してるだろ。人間が来ないか見張ってるだけだから毎日暇でさ。でも森のずーっと奥に鍵のかかったでかいドアがあって、これがギャグの練習にぴったりなんだ。漫才師が壁に向かって練習するやつ。ある日、その壁をお客さんの代わりにして新作ギャグを練習してたらさ、突然ドアの向こうからおばさんの声でツッコミ入れられたんだ。はー、あー、スケルトンさんどうのこうのって言ってたよね。トリエル言ってたかもなあ、うん、それかっていうか、会ったことなかったんか。トリエルと扉との扉越しのあれだったの、うんうん、関係やったの、うん、何言うとりまんねんでさ。だからすかさず返したね。ピン芸人に突っ込むやつがあるかいな。でさ、お前らコンビ組め。そうだよ。そしたら突っ込みに突っ込むやつがあるかいなって返されて、そもそもボケてへんわって言ってやったら、そのおばさん大笑いし始めてさ、今世紀最高のギャグでも聞いたみたいな勢いで、だからおいらどんどんギャグを連発した、うん、おいらのネタであんなに笑ってくれた人初めてだったよ、うん、そしたらそのおばさんが、うん、私も一つギャグを言っていい？って言うから、どうぞって答えたらさ、ねえ不思議だと思わない？って言うんだ。何が？って聞いたら、こんなに近くで話しているのに遠くなんて。おおおっとおっと、おっとレベル高いぞこれ。やっぱ練習してたからね、ギャグ。そうそう、しかもこういうギャグ好きなんや、うん、そうなんだよ。トリエルさんビビったね。このおばさんただものじゃないって思ったよ。その後はもう何時間もギャグ合戦さ。でもオイラが帰る時間になっちゃって、パピルスが寝る前に本を読んでやらないといけないからさ。マジで、パピルスさん、パピルスマジで、マジか。そしたらまたいつでもいらっしゃいって言われたんだ。だからオイラその後も何度もそこへ出かけて行って、はいはい、ドア越しにギャグを披露するようになった、うん、最高だろ、うん、うん、てんてんてん。でもある日おばさんがあんまり笑ってくれなくてさ、どうしたのって聞いたら、よくわかんないこと言われたんだ、もしこのドアから人間が出てくることがあったら一つ約束してほしいの、どうかその人間を守ってあげてって。はあ、おいら約束すんのって好きじゃないんだ、うん、しかも相手は名前も知らないおばさんだぜ、うん、だけど寒いギャグでこんなに笑ってくれる人に頼まれたら嫌だなんて言えないだろ、うん、だから優しくしてくれてたの。そういうこと？つまりどういうことかわかるか。おばさんとの約束、あれがなかったらあんた今頃どうなってたと思う。そう、お前は今頃とっくり死んでいた。マジか。ああ、そんな顔すんな。からかっただけだ。それにおいら、あんたのことちゃんと守ってやっただろ。うん、まあよく見てくれてたわな。そう、おかげであんた一度も死ななかったじゃないか。お、死んでないの俺。死んではないのかな。マジで死ななかったよな。わ、わかんない。どうなんだろう。それも一人においらのおかげってわけだ。
はあ、あれ死ななかったっけ。ほら、まあ話はその時だはいはい、じゃあ気をつけてな。あんたのこと大事に思ってくれてる人がいるからさ。いだけ、そんなことがあったんすか。マジか。 誰ですか。筋肉質やな。もともとは人間の侵略を阻むためにパズルを作り始めたんだけど、うん、今じゃ複雑な建物を作ること自体がしきたりになっちゃって、三歩進めばパズルに当たる、困ったもんだよもぐら、僕はコアの作業員。コアの中はいろんなパーツが組み合わせてできてて、うん、レイアウトを自由に組み替えられるんだ。いやしかし今日は楽しかったな、僕パズル大好きそうかい。これ鳥か。わし漫才師で今日は営業に来とりますね。おかげさまで人気もんでして。ただうちのせがれはな、おとんみたいにお笑いやるを言うとりますけども、あいつのネタおもんないんですわ。寒いダジャレばっかり言うとりましてな、もう親としては恥ずかしいね笑えまへんがな。おかんが死んでもて、それ以来家におるのが耐えられへん言うて、そんでせがれは家出てしもたんです。それっきり会うてへん。わし父親失格ですわ。笑えまへんがな笑わないでよ。漫談してたの、一人で。公演スケジュール、芸人、ダンサー、サンズ、今は休憩のようだ。サンズも、サンズ出てんの見たかったな。見たとか出演する番組だ。はい、レストランを訪れた有名人のコメントとサインが並んでいる。衝撃のうまさ、芳醇な香り、僕の顔は絶品。全部目指すんだ。誰だよ、やばいのいた。いや、なに、ガジュガル、ガジュマルご一行様だ。あ、こいつらね、客ね、これ、ガジュマルね。失礼いたしました。メタトンが出演する番組だ。行くで、勇気を出して。なんか、レストランに来たけど、予約するのを忘れたことに気づいてさ、恥ずかしいから、澄ました顔でそのまま入ってきちゃった。で、仕方ないから、この葉っぱについた水を舐めてるのさ。ピラ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 。それもやめて。あの、ご一行様なんだよ。あ、そうなん、違うの。鉢植えの植物だった。どんな人なん、こいつ。わかんない。あれ、サンズどこ行ったの。サンズどうやって帰ってったの。確かに。電話しよっか。サンズはないけどね。戻った高級レストラン。あ、気取った高級レストラン。俺様の料理があれば、そんなところへ行く必要ない。何やあいつ。いやー壁紙だと思ってた。あ、これあれちゃう、あ、この家の人じゃない。家の人、うん、入れんかった家やね。こんな形してた気がするけど。してた。いらっしゃいませ。当店では席のご予約が必要です。なるほど。それからテーブルと食器と食材もご予約を。めんどくせえな。まず1個ずつ。めんどくせえなこいつ。あ、まあ、よいしょ。1個ずつね。あ、どこどこ、あ、ホテルの中か、これ。あ、ロビーがどうとかって来たわ。出て出て、メタホテルへようこそ。ここはもともとアパートでしたが、今はホテルです。ご宿泊の方も、まだここの住人の方も、ごゆっくりお続きください。では、ただの通りすがりですって。では、ゆっくりと、お通りすがりください。お通り。難しい。べ。ロビーだ。ちょっと一回、この、はいはい、裏にお店あるって言ってるね、これ。矢印でしょ？右上ね、これだけちょっと見ていい？うん、気になるね。そう。あ、話進むかな。あ、大丈夫やね。いやいや、二人とも話し始めた。どうしよう。二人。どうしよう。あ、来た、逆サイド曲。全部買いなよ。なんて？空っぽのピストル。弾は別売りやって。なるほど。あー、まあ、謎の鍵。謎の鍵欲しい。多分誰かの家の鍵。これ欲しい。これあれちゃう？魚の鍵かな。かな。でも1000円いんねんけど俺ら。そうなんだよ。待って。やっぱさ、ちょっとさ、あれしたら。やっぱり稼ぎ稼ぎた方がいいかもしれない。ちょっと右の動き、グランバーガー買ってきていらない、ちなみにこいつらマジ買い取ってくれへんから。でもメタトンがお尻にサインしてくれたら千字払う。はい、こいつらマジで二人についてね、はいはい、私キャッティ、この子は親友のアリゲッティややこしいな。あとは、はい、私アリゲッティ、この子は親友のキャッティ。ケタはふやふや商品について、うん、どこのホテルで売ってるものってマジ高すぎ、無理。でもうちらが見つけてきたものはマジ激安やばい。だから普通全部買うっしょ。なんか半角なった、半角なった。商品はどこで仕入れる、はい、てか武器とか食べ物とかあるとこっつったらゴミ捨て場以外ありえない。そうそ う, そ う, そうめっちゃ高級やばい。何やお前ら、どこで仕入れる。
ゴミはどこで仕入れるかって、てかゴミショップに決まってるし。ゴミ箱にピストルとか捨ててあってやばい。はい、メタトンについて。メタトンめっちゃマジやばい。てかメタトン私の嫁。うちら二人とメタトンの嫁。多彩ね。メタトンがまだ気づいてないだけ。メタトンは誰が作った？てかメタトンってアルフィが作ったんでしょ。まあそう言われてるけどね。でもメタトンはいつも俺のアイディアから生まれたんだぜみたいなノリで、それに完成した直後からアルフィーとはずっと前から友達でしたみたいなノリだし、でもあの二人もう友達じゃないんだよね。知ってる。でも私とアリゲッティはずっともやよ。はい、アルフィーについて。はい、アルフィー前はこの近所に住んでたよね。ずっともゴミ捨て場とかに連れてってくれただけだけど、でもいいゴミが見つかる場所を教えてくれたよね。あの子変なアルミの好きだったよね。でもそのうち推しの研究者になって、そうそう、その後全然会ってない。はい、ニューアルフィーはずっとアズゴアのことめっちゃかっこいいって言ってて、だから絶対間違いないよね。メタトン作ったのアズゴアに褒められたかったから、うん、魂なるロボットとか完全にアズゴアの趣味だし、でメタトンを見たアズゴアはアルフィーをお城に呼んで研究を任せることにしたわけ。でもその後アルフィーって何も発明してなくない？てかアルフィー自体見かけなくない？多分ラボにこもりっぱなしたんじゃない？マジでちょっとはリア充した方がいいよね。ほんとうちらみたく。アズゴアについていきます。アズゴアマジ受ける。受けるな。王様に受けるな。めっちゃいい人大好き。あーもう人間なんてさっさと滅んじゃえ。目の前見て。人間って思われてない。あマジか。とりあえず一旦出ようかでもね。はーい、お疲れ。お金結構いるなこれ。そうなんですよね。やっぱお金大事。で1600は必要ってことよ。まずはとりあえず。OK。このあたりを終わりましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。それでは次回よろしくお願いします。コロリングゲームズのメイ君と大亀でした。バイバーイ。バイバーイ。